弟から古くなったノートパソコンを譲り受けたので、ミントリナックスを入れてみました。Windows では遅くて使えない古いパソコンも、軽量の Linux ならキビキビ動くこともあるのですね。しかも今回は軽量と言われる Linux でも、Ubuntu よりもさらに軽いと言われるミントリナックス。軽いだけじゃなく使いやすくもあるのです。OS 自体が無料ですし、Linux の莫大な無料アプリが使えるのがいいですね。私としては Chromebook 版の Linux で日本語入力が使えなかった Visual Studio Code が使えるのが嬉しい。これ便利なソフトですね。いろんな工程が自動化され、入力の手間が省けます。コードエディターなので C や Ruby、Python はもちろん HTML だって書けちゃいます。当然、Linux 版のブレンダーも無事動いているようです。マジっすか？ワインというソフトを使えば、Windows のアプリを動かすことも可能。一部のアプリしか動きませんが、これはいざという時に便利ですね。追いかけソフトのメディバンペイントが動いています。パソコン版のフル機能が使えますから、これでどこでも追いかけができちゃいます。ちゃんとタブレットも認識されてるようですね。無線でも使えるようです。まあ、こうやって以前はこういうふうに打ったんですけど、これをコピーしちゃうわけです。コピーして、さっきのとこに貼り付け。たらもう、これエンターで。まあ、でこういう作業もね、もう今や、こういうアップデートをインストール、マウスで操作できるようになったので、非常に楽なんですね。今、あえてターミナルを使いましたけど。これでは何回か登場している初音ミクの真剣あれです、はい、もう生まれちゃいい人だけど、ダンボールコンポストの歌。家庭の生ゴミどうしてる？そのまま捨てるのもったいない。肥料にして再利用、それがダンボールコンポスト。で、最後の音だけちょっと変えてみましょう。リラ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 リ。まあそんな感じ。皆さんももし使ってない古いパソコンがありましたら、 Linux 入れて蘇らせてみるのも楽しいかもしれません。